を呼ぶ獣電竜の声だ。彼の名は獣電竜ガブティラ。我々は人類を滅ぼそうとしているデーボス軍と戦っている。君と勝負を従っているようだ。どうだ、挑戦するか。そうか、君はブレイブなやつだな。ガブティラを倒すとは極めてブレイブだ。そして君のその力をいずれ借りる日が来るだろう。ぬるるるる、街を破壊してやる。ぬる、貴様は誰、弱そうだな。お前を連れ去ってやる。ぬる、ギャーだ、誰だ。ぬる、おい、デーボス君、そこまでだ。覚悟するんだな。あら、よっと、どっこいしょ。あーとと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 とのっさん、何してるんだよ。あー、ごめんごめん、手が滑った。行くぜ、みんな。お、聞いて驚け、キワの勇者、恐竜レッド。弾丸の勇者、恐竜ブラック。鎧の勇者、恐竜ブルー。斬撃の勇者、恐竜グリーン。角の勇者、恐竜ピンク。史上最強のプレイ、獣電天体恐竜じゃ。あれるぜ、止めてみな。君、大丈夫か。私たちが来たからにはもう安心だ。私の名は賢人トリン、恐竜ジャーの仲間だ。とどめだ、行くぞ。お、ジュレブレイブフィニッシュ。うわあ、やられた。ぬる、敵は倒した。だが、ここは危険だ。ん？どうした、ガブティラ。ほう、彼が君を気に入ったようだ。ん？なんだ？お、これは俺の充電池みたいだな。拾ってくれたのか、サンキュー。充電池を落とすとか動じすぎだろう。キングならありえる。キングがドジをドッキング。とりあえずここは危険だから、一旦スピリットベースへ行きましょう。状況が落ち着くまでになるが、君も来るといい。恐竜ジャーと君にしか入れない特別な場所だ。さすがに戦闘の後は疲れるな。全然疲れてるようには見えないけど。あれ、ウチは？ウチセミ丸には少し調べてほしいことがあって、別に行動を取ってもらっていい。そうか、じゃあ次に備えて充電池をチャージだ。みんな忘れるなよ。あれ、おかしい。どうしたんだ、ダイゴ。いやー、なんていうか、ひーふーに、ガブティラの充電池が一個多い気がするんだ。充電池が多い、そんなはずはない。キング、様子がおかしいぞ。なんか、ヤバそう。うわー、
嘘だろ。充電池が散らばっちゃった。偽物の充電池が紛れ込んだとは。おそらくデーボス軍の仕業だ。充電池が揃っていない以上、厳しい戦いになることは避けられないだろう。つまり本来の力が出せないってことか。そうだ、ラブティラが認めた君のブレイブなら恐竜ジャーたちを助けられる。君の力を貸してくれないか。そうか、ありがとう。では早速、君も恐竜ジャーと恐竜チェンジだ。君のブレイブが恐竜ジャーの力になると。よし、準備はいいか。みんな、行くぞ、恐竜チェンジだ。受け取ったぜ。君の恐竜チェンジは完璧だ。君なら恐竜ジャーの助けになるぞ。よし、変身ができたところで早速行くぞ。新しいアイテムが追加されたぞ。さあ選んでくれ。